こんにちは。ご視聴ありがとうございます。東京マルイ USM9 ガスブローバックガスガンを紹介します。定価は 16,800 円。2023年12月にホビーショップフロンティアさんで販売されていた最新のロットのものを紹介します。説明書は M9、M9A1 共通なんですね。そして M9 のパーツリスト、この前紹介した M92F と違ってデコッキングっていうハンマーをね、安全な状態に戻せる機能もついてるし、ホップアップも調整できるんですよね。全長は 216mm、 重量は 950g でした。重量感あります。マガジンの相談数26発で重量は 261g でした。バレル横から見ましょうか。でこれで稲バレ見えますね。ショートリコイルするから、まあ、スライドを後ろにした状態だとこれで稲バレがよく見えます。上から見るとこのベレッタの丸みを帯びたデザインがいいですね。はい、フロントとリア見えます。フロントサイト大きくて視認性高いですね。白丸。リアサイトもスライドと一体のようですね。これホワイトドットの場所は穴が開いているだけで、下部にホワイトがちょっと入ってますね。いいかも。サイトピクチャー見るとこんな感じです。刻印スライド左に US9mm M9 ミリタリー、フレーム側に数字、スライド右側にアッシーなどナンバー、そしてフレーム側に US9mm、 東京マルイメイドインジャパン、トリガーガード上に ASGK の刻印、グリップは US ミリタリー。若干このフレームとスライドの色合いが違うように見えるのがいいですね。スライド引いてみましょうか。スライド引くと、うん、後ろ遊びも十分。スライド、はい、まずマガジンを抜いてやれば、スライド後ろに下げるだけでスライドストップ使わなくてもスライドを戻せます。これを下げるとスライド前進、軽い力で前進します。なんかスライド側とフレーム側、こちらの方がね少しザラザラしてる感じで仕上げがやっぱり違うんですね。はい、そしてパーティングラインなんかも綺麗に処理されてますね。素晴らしい。トリガープル見ましょうか。トリガープルここら辺まで柔らかく、あ、でもここからもそんな重くないですね。でさらに奥で、あ、引き切りも軽い、ダブルアクションかなり軽いですね。シングルアクションもちょっと遊びがあり、ここで重くなってちょっとね、トリガーのストローク、シングルアクション長めですかね。はい、トリガープル見ましょうかね。ダブルアクション、トリガープルはどうでしょうか。1510、かなり軽いですね、ダブルアクションにしては。シングルアクションもね、そんな重い感じじゃなかったんですけど、うん、まずまず 908g でした。安全装置見ましょうか。右側、まあ、程よい硬さですかね。指で先で操作しやすいです。で両側についてるんですよね。はい、こちらも動き、まあ、ちょっと程よい抵抗がある感じですね。安全状態にするとトリガーを引いてもハンマーは動かないと。でハンマーをコックして安全装置をかけると安全な状態までハンマーが戻りますと。マガジンキャッチボタンを押すと反対側出て、マガジンは自重で落下しますね。グリップを見ますね。前面とか角が取れてていいですね。グリップわずかにこう湾曲曲がってて握りやすいですね。ライアドリンクがあり、後ろの曲面もバッチリ、まあ、握るとちょっと大きめですかね。角張りもなく握りやすいです。通常分解、マガジンを抜いてボタンを押して押すとロックが出っ張るので、そしてレバーを90度回すとスライドが前に離れます。スライドの下部にはリコイルスプリング抜きましょうか。このバレル基部と一部下部か刺さるようになってるんですね、リコイルスプリングガイドが。なので前にやって後ろにやればリコイルスプリング抜けます。バッファとかないんですね。あ、そうだ、これホップダイヤル、バレル基部にホップダイヤルが見えます、うん、でバレル前にやって後ろにやれば抜けます。スライドは 97g でした。
バレルをじゃあ入れて戻しましょうか。リコイルスプリング戻しますね。でこの先っちょをバレルの基部に差し込みます。よいしょ、分かりやすくていいですね。でスライドを前から入れます。で入れた後はレバーを戻してやれば OK。 ガス入れますね。吹き戻しがあるまでいきます。せーの。まあだいたい 20g 弱ぐらいは入るかなと思いますけどこっからですよね。あ、はい、入りました。ガス 16.3g、 一郎さんやりましたね。玉 0.2g のバイオ弾を使います。いつものローダーで入れますね。あ、これだと一発多く入りましたね。まあ、これぐらい余裕を持ってこれでいきます。野岸競技 APS カップの的を5m、 9m 先に置きました。ほんのちょっとね、右に行くような気がします。もうほぼサイト通り、ホップちょっとかかってるみたいで、左下狙っていい感じでしたね。いや、この寒い時期だけど調子よく動きますね。もう、もう結構リコイルもあって安定してますね。スライドストップのかかりもバッチリ。やっぱりベレッタね、本当よくできてますよね。はい、ガスの消費量を計算してみました。一発あたり 0.14g でガスワンチャージで116発撃てる計算です。優秀ですね。マガジンの温度は 23.5 度、 72.4、 71.3、 72.1、 72.7、 71、 71.6、 70.7、 70.8、71.3、 70.7 でした。かなり安定してますね。発射音いきます。50センチ離して 99.8、 真横は 114.9、 銃口は 117.3 デシベルでした。スティールチャレンジのラウンドアバウト打ちます。ダブルアクションね、やっぱ軽いしいいですね。リコイルも俊敏でよく当たるし、シングルアクションもね軽いし打ちやすい方だと思います。エアガン競技 APS カップのブルーズアイ打ちます。まず三掛けさんを、あ、サイト通りでいいのかな。そのまま打ちます。うん、なんかちょっとね、やっぱホワイトがパッと散っちゃうので、もうあの真っ黒黒の方がもっとうまくいったかもしれないですね。トリガー軽いし、うん、打ちやすかったです。お、一発惜しかったですね。多分、あ、説明書にあるように、あのホワイトのところに着弾している感じです。だいたいフロントここ辺にやって打った感じですね。グルーピング悪くないですね。一発惜しかった、よく当たります。丸井の M9 紹介しました。確かね、実銃のレビューですとか、いろんな M9 他社からも出てますし、いろんなバリエーションもありますので、
ベレット好きの方、ぜひ他もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。